ガリシア州内の位置、アルボは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカダ・パラダンタに属する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は3801人。住民故障は、男女同系のアーベンス。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は51.45%。アルボは、ポンテベドラ県の南東部に位置し、 コマルカダ・パラダンタに属する。隣接する自治体は、北がアカニーサ、東がクレセンテ、西がアスネ・ベス、そして南がミーニョ川を隔てて、ポルトガルのメルガーゾとなっている。自治体の中心は、アルボ教区のパソ地区。自治体では、新石器時代の石を野が発見されており、現在ポンテベドラの県立博物館に所蔵されている。また、 ミーニョ川下畔のサンショアンデアルボ地区にはペトログリフが残されている。アルボについての現存する最古の記録はアルフォンソ7世によってサンタマリアデメロン修道院にこの地が寄贈されたことについて記述されている。そして現在も同修道院の特権、寄贈などに言及するおびただしい数の証文が残されている。ポルトガル領のメルガソに 川を隔てて隣接するという地理的条件は、しばしば、アルボを直接あるいは間接的に紛争に巻き込むこととなった。フェリーペ四世島地下のポルトガル独立回復戦争、スペイン継承戦争、そしてスペイン独立戦争時の1809年2月には、この地に入るために、重要なモーレンタン橋をめぐって、この地の住民と、フランス兵との間で衝突が起きている。近年、 人口の減少が著しいが、いくつかの経済分野においては、伸びている。特に、ワイン生産の分野においては、順調に伸びている。自治体内には、いくつものワイン醸造所がある。この地域の天候は、良質の白葡萄品種アルバリーニョの生産に適しており、ディオーリアスバイシャスの一翼を担っている。また、その他の分野では、アグリツーリズムが重要分野となっている。 自治体市長は、ガリシア国民党のマヌエル・リベーラ・ドミンゲス。自治体表議員は、ガリシア国民党、6、ガリシア民族主義ブロック、2、AIAR、2、ガリシア社会主義者党、1、となっている。アルボは6の教区に分けられている。ふとじは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。